はい、どうも皆さん、こんにちは、グリードです。今日はデイ5の振り返りと、この数ヶ月、ラッシュゲーミングで何があったのかをね、話したいと思います。まず最初に、デイ5の振り返りですね。残念ながら TGS にはすいません、行けませんでした。スカー戦に1-3で敗北で、デゾネーション戦に3-1で勝利という感じでした。スカー戦はそうですね、かなり、接戦だったんですけど、練習の成果うまいこと出せなかったですね。特にルークとか本当、いきなりラッシュに入って、しかもこんな超大舞台で相当緊張とかプレッシャーを感じてたので、かなり苦しかったと思いますね。で、1試合目終わった後、今みんなでこう話して、とにかく、プレッシャーとか緊張に負けないように、とにかく楽しむと忘れないでいこうって、もうみんなで力を合わせて2試合目はすごく、いい練習の成果はかなり出せたと思います。なんだけど結果は結果なので、東京ゲームショウにはすいません、行けません。会場も本当ものすごいファンの人たちが来てくれて、本当に応援ありがとうございました。もうものすごく嬉しかったです。そして今回新メンバーがね、いきなり入って、1ヶ月経ってない中での勝負だったので、本当に新メンバー2人はとにかくプレッシャーが凄まじかったと思うので、その中で本当よく一緒に戦ってくれたなと思います。ルーク君とグッピー君は本当急だったので、それまで彼はスカーフ使ってたんだけど、プロ対抗戦はね、準コンじゃないといけないんですよね。なので、大会直前に準コンに変えて、しかもルークに至った操作方法が全く違うんで、大会直前にね、操作方法を変える感じだったんですよね。だから相当やりにくかったと思うんですよ。その中で本当よく頑張ってくれたなと思います。で、今回ね、アナハイムに行った時に出会ったアメリカのプレイヤーのストーリー君っていう人がいるんですけど、彼が今回ラッシュゲーミングのアナリスト兼コーチとして、交流戦の分析とかね、そういうのを、してくれてたんですね。で、彼のおかげはすごい大きいですね。毎試合のこう交流戦の後に、ドキュメントをね、作ってくれて、もうものすごい数のドキュメント、それで、こういう時はこうすべきだったっていう反省がもうふわーって書いてあって、彼はアメリカのプレイヤーで、ものすごく強かったんですよね。海外のエニグマっていうプロチームにも勝つ、ハードポイント勝つぐらい強くて、僕たちもアナハイム行った時は、交流戦した時、ストーリー君たちに30-250ぐらいで、ハードポイントもフルボッコにされるぐらい彼のチーム強かったですね。とにかく頭がいいプレイヤーなので、戦術面すごく参考になりましたね。今回はね、TGS で戦う、ラッシュをお見せできなくなってしまったのは本当申し訳ないんですけど、今回は、ワールド2シーズンは今回はこれで終わりという感じになります。そして次シーズンは本当まだ何もわからないんですけど、ラッシュゲーミングがウィキッズから独立して、ウィキッズの子会社っていう形で、株式会社ラッシュゲーミングっていう形になるかもしれません。そこで僕が、創業者、選手としてだけじゃなくてね、プロチームを運営する側にも関わっていくかもしれません。選手としては、まだわかんないんですけど、本当どうなるか。BO4 がね、本当どうなるかまだ全然わからないので、でも来年もまた本当どんどんいろんなことをやりたいと思うので、今年は世界大会行ったりとか、本当、いろいろ挑戦したりもしたので、来年も同じような挑戦をしたいと思います。で、ラッシュゲーミングについては、決まり次第ね、報告していくので、よろしくお願いします。そして今日はこっちの方が、本題かもしれません。この数ヶ月、メンバーが変わったことについてね、話そうと思います。なんでこうずっと話せなかったかっていうと、プロ対抗戦の規約とかもあってずっと話せなかったんですよね。このラッシュで起きたことは、どのチームでも起こり得ることだし、オプティックゲーミング、IW で世界王者になった、で最近はもうメンバー2人も変わってしまったオプティックゲーミングにも起きていた、問題です。ゲームの上手い下手じゃなくて、本当チーム内のコミュニケーションの
問題ですね。本当オプティックもラッシュも同じようなことが起きました。で、今回のチームメンバーの脱退について、なんかウィキッツが辞めさせたとか、なんか変な陰謀論を言ってる人がいるんですけど、もちろんそんなのすごい全然違うし適当なことを言ってるので、まあ本当のファンの人たちはまあ気にしないで言ってください。でこれから話すことは本当のこと でまず最初に言いたいのが、僕は波とか長門をね別に悪く言うつもりはありません。まあそこはちょっと勘違いしないでください。そしてその2人はね本当ラッシュとしてすごい本気で全力で、チームとして取り組んでくれてました。でまず波の脱退なんですけど、まあ、これは本当にずっと、まあ、半年間ずっと続いてた問題が、まあ、どんどん大きくなっていったというか、まあ、最初のうちは、まあ、勝ってたからそれまでこうその問題大きくならなかったんですけど、まあ、負け始めてから、まあ、だんだんその問題がかなりこう目に見える形で大きくなっていったっていう感じなんですけど、まあどんなことかっていうと、まあそれがこう負けた時の振り返りや、まあ、雰囲気やら、まあ、本当会話っていう、まあそのチームのコミュニケーションの問題なんですよね。そこが、まあ、僕や他のメンバーが全然完璧だったかっていうと、まあもちろんそうとは言えないんですけど、まあ4人ではもうどうしようもできないぐらいになってしまって、本当にね本当に壮絶でしたね。もうあー本当、まあ、もちろん直すためにもう努力をもちろんしまして、何回もミーティングもしたし、まあ、直すために全力はもちろん尽くしましたけど、まあ、それでももうあの4人では本当厳しいっていう結論になりましたね。まあ、これがあのオプティックでも同じような問題が起きてて、まあ、オプティックも、メンバーが2人変わっていましたよね、このシーズン。まあこういうコミュニケーションの問題がなかなか解決できなかったのは本当、まあ、プレッシャーとかそういうのが一番大きいと思うんですよね。やっぱり特に波長とはかなりプレッシャー苦しかったと思いますね、まあ、僕も苦しかったけどな、まあなんとか耐えて、まあ本当激そうでしたけどね、このシーズン本当に辛かったですね、精神的に。まあ、そういうのがあって、まあ、波は、まあ、波の今後とか、まあ、今後のチームのことをお互い考えて、まあ、脱退っていう感じになりましたね。まあ、一つのこう ゲーム人生を一つのチームでずっと、まあ、やるっていうのはなかなか逆にないと思うので、まあ、波はこれからどんどん他のチームでももしかしたら活躍していくかもしれません。まだちょっと本人からは、まあ、どういうふうに、まあ、選手を続けるのかっていうのはもちろん聞いてないんでよくわかんないんですけど、まあ、また別の舞台でね今度は戦うことになるかもしれません。次に長門なんですけど、長門はね本当に急だったんですよね。まあまず最初にあの新メンバーが入ったあたりからこう長門についてね発表できなかったのはもうちょっとプロ対抗戦の規約とかがあっていろいろ話せなかったんで、その辺は本当申し訳ないんです。でご理解お願いします。で長門はですね、デイ4かなの後に、まあ、本当突然練習に来なくなって、で、まあ、最初は体調悪いって言ってたんで、どうしたんだろうと思ってたんですけど、まあ、その後に、まあ、もうチームを辞めたいって言ってきたんですね。まあ、びっくりしましたよね。まあ、僕たちが一番びっくりしましたよね。まさか長門がこんな急に言い出すとは思わなかったので、本当びっくりしましたし、まあ、もちろん説得しました。なんだけど、もう本当、まあもう本人の意思はもう完全に動かないぐらいになってしまってて、まあそれでもうデイ5も出たくないってなったので、まあ相当困りましたよね。まあ本当に、まあ本当奇跡的にルークっていう人は見つかったんですよ。で、まあ、僕たちも適当な選手をね、入れるつもりはもちろんないので、まあ、本当にこの人とずっとやっていけるなっていう選手をまず、本当ね、入れるので、まあ、ルークは本当に奇跡的に、ちゃんとチームとして迎えられるなっていう選手がいたのは、本当奇跡。で、もしそれ、ルークがいなかったら、マジで、Day5 は出れなかったかもしれません。長門がこう、急にね、もう、
チームを辞めたいって言い出したのが、まあ、理由としては、まあ、こうプロゲーマーとしての限界、まあ、新しい別のキャリアでやっていきたいっていう理由だったんですよね。だから長門がこんな急に言い出すことなんて本当考えられなかったんで、まあ、本当に長門限界、精神的に多分相当限界だったと思うんですよね。まあ、もちろん僕も説得しましたけど、なんか長門の気持ちもやっぱりわかるような気がしてて、というのもやっぱこうアメリカ遠征後本当ね、プレッシャーとかが凄まじくて、チームとして、まあ、精神的にかなりきつかったですね、本当に。でプラスチームとしても全然うまくいかない状態だったので、まあ、正直僕ももう選手としてちょっとやりたくないなって思うぐらい、まあきつかったですよ本当に、精神的に。まあ、その、まあ、きつい中で、まあ、で、デイ3かなで、かなり大敗して、まあ、それもかなり効いたし、まあ、プロゲーマーって本当、大変ですね。本当に。まあ、大学を卒業して、僕はこの職業に専念し始めてから、本当に思いますね。で、長門は本当、多分、精神的にもう辛くて、まあ、本当、自分が壊れる前にもう、やめたかったんでしょうね。最初にも言った通り、長門と波は本当チームとして全力で取り組んでくれてましたし、でもやっぱりこの出来事を通して思うのが、やっぱ人間は限界があるってことですよね。もう、まあ、それは仕方がない。まあ他のゲームもそうかもしれないんですけど、やっぱ、Call of Duty e スポーツっていうか、まあこういうプロの舞台ってすごくやっぱメンタルスポーツだと思うし、こうプロミュージシャンやプロスポーツ選手がうつ病になっちゃうのもちょっとわかるなって思いましたね。これよりもっとすごい精神的にね、重いってなると本当うつ病になるんだなって思います、これは本当に。だから長友もね、本当急に言うぐらい本当限界だったんだと思います。まあその後も長友とも連絡して、まあ急な選択してごめんねってちゃんと来たんで、まあ、長門はまあ別のキャリアでまた頑張ってくれると思うんで、僕はそれを応援します。で今回はね、本当僕たちも辛かったし、まあいろいろ理由があってね、皆さんにこうすぐ伝えられなかったのもかなり辛かったですし、まあ、この数ヶ月こういう辛いことがドドドってきちゃったんで、まあ本当大変でしたね。で本当すいませんでした、もう本当いろいろすいませんでした。まあここまでプロゲーマー辛い辛いっていう話をしてきたんですけど、なんで僕はまあやるのかっていうと、やっぱりなんだかんだ言ってやっぱ楽しいですね。特にああいう今回の Day5 とかの最後のオフラインでやっぱ勝つ時ってすごいやっぱ楽しいですし、チームとやっぱ協力してやるゲームって本当楽しいんだなって、なんかまあ今年いろいろ通して改めて思いますし、まあこういう精神的にね、めちゃくちゃ辛い状態でもこう楽しむ心を忘れちゃいけないのが本当プロゲーマーなんだなっていう風に、まあ今年は経験しましたね本当に。まあ来シーズンは本当どうなるかまだわかんないですね。なんだけど、まあラッシュゲーミングもちょっと独立するって形になると思うので、まあ僕ももう大学卒業してもこのね道一本でやっていってるんで、まあ来年はもっともっとなんか、まあ選手として引退した後のことも考えて、まあいろんなことに挑戦したいですね。まあなんかグリードとハセシンでラッシュゲーミングをなんかどんどん日本一のプロチームにみたいな、まあどんどん夢を持って頑張りたいと思います。今回は本当に今年はいろいろ、まあいろいろありましたね。なんかかなりご迷惑をおかけしたと思うんですけど、まあ、また新しいねラッシュゲーミングを、ぜひ応援よろしくお願いします。そしてまあ辞めてしまった長門と波もね、今後別の道で頑張ると思うんで、そちらの方も本当よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。Couldn't stop us like a good drug. Yeah, never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart.
Drinking too young, way too much fun out in the sun.